皆さん、こんにちは。今回はパリオリンピックの柔道競技で大きな話題を呼んだ阿部兄弟の感動ドラマについてお話しします。金メダルの栄光と敗退の涙、そして固い絆で結ばれた兄弟の物語は多くの人々の心を揺さぶりました。この一大ドラマを様々な角度から掘り下げていきましょう。まず阿部兄弟の対照的な結果から振り返ります。女子52キロ級で金メダル連覇を狙っていた阿部詩選手は予想外の2回戦敗退。一方、男子66キロ級の阿部一二三選手は見事に金メダルを獲得し、2大会連続の栄冠に輝きました。この明暗を分けた結果は、スポーツの持つドラマ性を如実に表しています。阿部詩選手の敗退シーンは世界中に配信されました。マットの上で号泣する彼女の姿は、多くの視聴者の胸を打ちました。この場面はオリンピックという大舞台で全力を尽くしたアスリートの赤裸々な感情表現として深い印象を刻みました。彼女の涙は単なる敗北の悔しさだけでなく、長年の努力や周囲の期待、そして自身への厳しさが凝縮されたものだったのでしょう。一方、金メダルを獲得した阿部一二三選手は妹の敗退を受けて複雑な心境を吐露しました。僕も歌の敗退で悔しい思いをしたし、僕がダメな時でも頑張っている姿で負けてられないなと思った、という言葉からは兄弟の強い絆が感じられます。さらに兄としてはもう一度同じ舞台に立って一緒に金メダル取りたいと将来への強い意欲も示しました。この言葉は多くの人々の心に希望の光を灯すものとなりました。阿部一二三選手の金メダル獲得は柔道界からも高い評価を受けています。元柔道選手の小川直也氏は、今日の内容を見たらほぼパーフェクト、柔道界でパウンド・フォー・パウンド、階級差のない最強ランキング、つけるなら1位だな、と絶賛しました。特に注目されたのは阿部選手の独特の柔道スタイルです。両袖を掴んで相手を投げる技について、小川氏は両袖を自由に操れる柔道は彼にしかできないオリジナルなものと評価しています。この独自の技術が世界の舞台で輝きを放ったのです。阿部一二三選手の柔道スタイルはまさに革新的と言えるでしょう。従来の柔道では片襟片袖や両襟を持つのが一般的でしたが、彼は両袖を持つことで新たな攻撃パターンを生み出しました。この技術は相手の重心を崩しやすく、かつ防御も難しいため、世界中の選手たちを悩ませています。彼の柔道は伝統と革新が見事に融合した、まさに21世紀の柔道と言えるかもしれません。しかし、この阿部兄弟の物語で最も議論を呼んだのは阿部詩選手の敗退後の行動でした。特に注目を集めたのが元宮崎県知事の東国原英夫氏の発言です。東国原氏はTBS 系ゴゴスマで阿部詩選手に対してあえて辛口の意見を述べ、物議を醸しました。東国原氏は、お叱りを受けるかもしれないけど、阿部詩さんは悔しいのはわかるけど、あの泣きというのはどうなのかなと思いました、と指摘。さらに、柔道家として、武道家として、もうちょっと毅然として欲しかったなとは思います。そこにへたり込んで、泣いているというのはどうなのかなと。悔しいのは分かったんですけど、武道家として柔道家として毅然としてね、相手の選手みたいにして欲しかったなとは思います、と続けました。この発言は日本の伝統的な武道の精神や国際舞台での日本人選手の振る舞いについて改めて考えさせるものとなりました。武道の精神は勝敗に関わらず常に冷静さを保ち、感情を表に出さないことを美徳としてきました。東国原氏の発言はこのような伝統的な価値観に基づいているとも言えるでしょう。しかし、この発言は同時に多くの批判も浴びることとなりました。 SNS やヤフーニュースのコメント欄では、阿部詩選手のあの姿に感動した、努力の末の悔しさが伝わってきた、選手の感情を抑制する必要はない、むしろ全力を尽くした後の素直な反応こそスポーツの魅力だ、といった共感の声が多数寄せられました。特に注目すべきは、選手の感情を抑制する必要はないという意見です。現代のスポーツ界では、アスリートの人間性や感情表現も含めてスポーツの魅力の一部だと考える傾向が強まっています。
アスリートを人間味のある存在として捉える視点が、より多くの人々にスポーツへの親しみを感じさせているのかもしれません。一方で、東国原氏のコメントに対する激しい批判も見られました。X 上では、てめえの若い頃はくだらないことをやっていただろう。それに比べて阿部詩選手は日本国民に期待をされていたからこそ悔しいんだよ。バカか。は、一体何を言ってるんだ。マジでつまみ出せ。といった声が上がり、炎上の様相を呈しました。これらの批判的な意見は、東国原氏の過去の言動や経歴を引き合いに出しています。確かに、若い頃の失敗や挫折を経験した人物だからこそ、若いアスリートの感情表現に理解を示してほしいという期待があったのかもしれません。しかし、この議論は単純な正解のない、複雑な問題を提起しているのです。この議論は、スポーツと感情表現の関係性について、社会に新たな問いを投げかけることとなりました。ある心理学者は、極限状態での感情表出は自然なもので、むしろ健全だと指摘し、感情を抑圧することの危険性を訴えています。確かに、長年の努力の末に味わった挫折の感情を抑え込むことは、精神的な負担となる可能性があります。また、元オリンピック選手からは、あの瞬間の気持ちは経験した者にしかわからないという声も上がっており、選手の立場に立った理解を求める意見も多く見られます。オリンピックという特別な舞台で、世界中の注目を浴びながら戦うプレッシャーは、私たちの想像を超えるものかもしれません。東国原氏の発言は、単に一選手の行動を批判しているだけではありません。それは、日本の武道文化と現代のスポーツ文化の接点において生じる摩擦や矛盾を指摘しているとも言えるでしょう。この議論は、スポーツの本質や、アスリートに求められる姿勢について、私たちに深い洞察を促すきっかけとなりました。一方で、東国原氏は別の角度からも柔道界の動向に注目していました。27日には、48キロ級で角田夏実選手が金メダルを獲得。東国原氏はこの出来事について、ドラマがあって、角田さんが金メダル。角田さんはもともと52キロ級だった。阿部詩さんにかなわないということで、48キロ級に落として金メダル。変や阿部詩さんがこの結果ということで、これが僕、最大のドラマじゃないかなと思う、と、角田選手の劇的な金メダルに感激を口にしていました。この発言は、スポーツの持つドラマ性や、選手たちの努力と決断の重みを的確に捉えています。角田選手が階級を落として挑戦し、金メダルを獲得したことは、まさにスポーツの醍醐味と言えるでしょう。同時に、それが阿部詩選手の敗退と対比されることで、より一層ドラマチックな物語となっているのです。阿部兄弟の今後の活躍に注目が集まる中、阿部一二三選手は4年後のロサンゼルスオリンピックに向けて、新たな目標を掲げています。まずは次の3連覇。今回、詩が負けてしまって新しい目標ができた。僕ももっと頑張らないといけない理由が増えたと語り、妹と共に切磋琢磨しながら、さらなる高みを目指す決意を示しました。この言葉からは、阿部一二三選手の強い意志と、妹への深い愛情が感じられます。彼にとって、個人の栄光だけでなく、妹と共に輝く舞台に立つことが、新たな目標となったのでしょう。この目標は、彼の柔道人生に新たな意味を与え、さらなる成長の原動力となることでしょう。阿部詩選手の今後については、本人が落ち着いてから考えたいと述べており、兄の一二三選手も、妹の気持ちが落ち着いてから話をしようかなと思うと配慮を示しています。兄弟の絆と互いを思いやる姿勢が多くの人々の心を打っているのです。この慎重な姿勢は敗退という大きな挫折を経験した選手への適切な対応と言えるでしょう。時間をかけて気持ちを整理し冷静に今後を考えることでより強く再起することができるはずです。阿部詩選手の今後の決断とそこに至るプロセスにも多くの人々の関心が寄せられることでしょう。 NHK の解説では阿部一二三選手の言葉すぐに抱きしめてあげたかったが紹介され、兄弟の強い絆が改めて強調されました。また阿部詩選手が涙をこらえながらサポートをしていただいて、背中を押していただいて、この日を迎えることができた、感謝の気持ちでいっぱいですと語った言葉も紹介され、
選手を支える多くの人々の存在も浮き彫りになりました。これらの言葉はトップアスリートの背後にある支援体制の重要性を示しています。家族や指導者、チームメイト、そして応援してくれるファンの存在が選手たちの力となっているのです。同時にそうした支えに対する感謝の気持ちを忘れない阿部詩選手の人間性も多くの人々の共感を呼んでいます。この一連の出来事はオリンピックという世界最高峰の舞台でアスリートが背負う重圧と彼らの人間性が交錯する瞬間を私たちに見せてくれました。勝利の喜びと敗北の悔しさ、そして家族の絆、これらが複雑に絡み合い多くの人々の心に深い印象を残しています。小川直也氏の言葉、阿部一二三の袖釣りを見て柔道をやりたいって子が増えてほしいは、スポーツの持つ影響力の大きさを物語っています。アスリートの姿は次世代に夢と希望を与え、スポーツの発展につながっていくのです。この言葉はスポーツが単なる競技以上の社会的意義を持つことを示唆しています。阿部一二三選手の独特の技術は柔道の新たな可能性を切り開くものかもしれません。彼の姿に触発された子どもたちが柔道を始め、さらに新しい技術や戦略を生み出していく。そうしたサイクルがスポーツの進化と発展を促すのです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。